全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭13番スカーレットキング、10番セレスティアル先頭に入れ替わります。4番ネップーザ先頭に入れ替わります。5番ミレニアムマシニカ後位につけています。各馬1コーナーを目指します。外から17番フォーマンエマス、1番シジューカタール、少し差が開いて7番チップノール、6馬身相手12番アーモンドアイ、3番キリュウ真ん中あたりにつけています。外から14番ドクタールクシオン、そのうち2番コスモパワー、これからバックストレッチに向かいます。外から11番ホメロスマグナム、続きまして15番ゴールドブライト、16番トーノアローム。 1000m の通過タイムは1分0秒4、3馬身相手18番コメットヤル、それから6番アガナ、外を抑えて8番ホウホウイッキ、最高峰9番チックタックムチー。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最高峰まで10馬身以上、先頭はセレスティアル、後ろに4番ネックーザ、13番スカーレットキング後位をキープ、5番ミレニアムマシリカ後位をキープ、18頭大ケヤキの向こうを駆け抜けます。外を抑えて17番トーマンエマス、1番人気セレスティアル現在先頭、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。セレスティアルわずかに先頭、セレスティアル先頭を譲らないか、先頭セレスティアル残り400を切って、セレスティアルその後からネックーザ、セレスティアル粘っている、ミレニアムマシリカ並びそうだ、ここで先頭が変わった、 200m を通過した、フォーマンエマスかわして先頭に立った、フォーマンエマス粘る、フォーマンエマス先頭でゴール、勝ったのはフォーマンエマス、鞍上は岩田未来騎手、フォーマンエマスブリーダーズカップを制しました。2着ネックーザ、3着ミレニアムマシリカ、